平野紫耀神宮寺んぐ系ゆうたっけや、クレバ参戦報告楽曲に注目集まるもしかして、もしかして、胸熱すぎる。音楽業界におけるトップアーティストとして知られる平野紫耀と神宮寺うじゆうたが、日本のラッパーでトラックメーカーとして成功を収めるクレバのライブに訪れ、その情報を自身の SNS でファンと共有しました。 この出来事が音楽ファンとメディアの注目を集め、二人の関係性やライブ参戦の背後にあるストーリーについて詳しく探ります。平野潮神宮寺ゆ太・たっけー、クレバ参戦の報告報告。2023年9月15日、平野潮は自身のインスタグラムストーリーズを更新し、神宮寺ゆ太と共にクレバのライブに参戦したことをファンに報告しました。 この投稿により多くのファンが興奮し注目が集まっています。ライブの興奮。平野紫耀はライブに参加した感想を以下のように熱く語っています。大好きなあの曲そして最高なあの曲。全部最高でした。とのコメントが彼のライブ体験がどれほど楽しいものであったかを示しています。 この投稿には、二人がライブグズのマフラータオルを顔周りに添えたお茶目な写真も添えられており、二人の友情と楽しいひとときが感じられます。クレバとの関係性。このライブ参戦には、平野志洋と神宮寺ゆ太のキャリアにおいて重要な人物であるクレバとの深い関係が背後にあります。クレバは、彼らが所属していたキング・ リンチェに楽曲1、番、1番、提供し彼らの音楽活動に寄与しています。この演が、二人がクレバのライブに参加した背景として注目されています。ファンの反応。ファンからは、このライブ参戦報告に対して熱狂的な反応が相次ぎました。コメント欄には、ジグヒラ、ジングージヒラので、ケアクレバさんライブ参戦は熱い。 二人とも楽しそう。ぜひライブレポをお願いします。あの曲ってもしかして、胸熱すぎるといったコメントが寄せられました。これらのコメントからファンの間での興奮が伝わってきます。結論。平野氏洋と神宮寺ゆ太のくればライブ参戦報告は、彼らの音楽活動における新たな展開と、 クレバとの深い関係を示すものとして音楽ファンにとって非常に注目される出来事となりました。彼らの友情と音楽への情熱がファンに感動と興奮をもたらしています。今後の音楽シーンでの彼らの動向にも期待が高まります。